サムエル記第一の24章サウルがペレシテージ人討伐から帰ってきたときダビデが今エンエ・ンゲリィのアラにいるということがし知らされたそこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、えー、エリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた彼が道端の羊の群れの囲い場に来たときそこにはホラーナがあったのでサウルはよを立つためにその中に入った その時ダビデとその部下はそのホラー穴の奥の方に座っていたダビデの部下はダビ,、えー、ダビデに言った今こそ主があなたに身を私はあなたの敵をあなたの手に渡す、えー、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですそこでダビデは立ち上がりサウルの上着の裾をこっそり切り取ったこうした後、えー、ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた 彼は部下に言った私が主に逆らって主に油を油注がれた方私の祝婦に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ彼は主に油注がれた方だからダビデはこう言って部下を解き伏せ彼らがサウリに襲いかかるのを許さなかったサウルは洞穴から出て道を歩いていった その時ダビデもホラー穴から出て行きサウルの後ろから呼びかけ大よと言ったサウルが後ろを振り向くとダビデは地にひれ伏して礼をしたそしてダビデはサウルに言ったあなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか実は今日今しがた、主があのホラー穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたをもって私の宿に手を下す前、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父をどうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたがあなたを殺しませんでした。それによって私に悪いことも染み気の罪もないことを確かに,確かに認めてください。 私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうとつけ狙っておられます。どうか主が私とあなたの,あなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに悪は悪者が出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられるのですか あなたは誰を追いかけておられるのですかそれは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追って、えー、おられるのにすぎません。どうか主が裁き人となり、私とあな,たのあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、対し裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダイビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルはこれはあなたの声なのか我が子、ダイビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダイビデに言った。 あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをし,たしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私はあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を晒せるであろうか。あなたは今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように。あなたが必ず追て 王になりあなたに手によってイスラエルの王国が確立することを私は今は確かに知った。さあ、主にかけて、えー、私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を立たず私の名を私の父の家から寝出しにしな,しないことをダビデはこれをサルに誓った。サルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は両替へ登っていった。